皆さん、こんにちは。今日は和田先生のお誘いで、レスリー・ロバートソンさんの思い出を語る会ということに呼んでいただきまして、ありがとうございます。私は、ロバートソンさんとそれほど、頻繁に、お付き合いがあったわけじゃないんですが、古いことだけは古くって、約もう、35年ほど前に、日本の滋賀県にある日本の教祖殿という仕事のことをきっかけにお知り合いになりまして、最後はやはり、日本の美学院ということでお付き合いいただきました。その間日本へお見えになった時にお会いしたり、ニューヨークでごちそうになったりしながら、まあ、いろいろお話をお伺いする機会がありました。今日はパネラーの方に、いろんなお話を聞きながら、私の思い出についてその都度お話ができればいいなと思っております。斉藤です。皆様、こんにちは。こんにちは。はい。大勢の方に参加していただきありがとうございます。今日私はトップバッターということで、少し私の、まあ、思い出とか、ロバートさんにまつわるお話をしたいと思います。ロバートさんと私は、おそらくちょうど10年ぐらい、違うんですが、私は皆さんとちょっと違ってそれほど一緒に仕事をしたわけではないので、私多分2番目にお話しする池田一郎さんがですね、ロバートさんの、スキリングの事務所に行ってたという、まあ、縁があってですね、非常に親しく感じてますので、まあ、その辺の思い出を含めて少しお話をしたいなというふうに思います。ここに1枚写真がありますけども、上のタイトル JSDC ってありますが、これは今の日本構造化クラブのロゴですけども、その前身である松井言語賞っていうのが、今から30年ほど前に作られました。で、たまたま私はその時の第3回になるんですが、松井言語賞をですね、いただくことができまして、当時の審査員、懐かしい、青木先生、内川口、菊武、田中康夫さんとか審査員でですね、ロバートソンと一緒にですね、受賞することができました。まあ、ロバートソンはもう大変なもう経歴の持ち主でして、人柄も素晴らしかったんで、この時の思い出は今も残っておりますが、非常にハンサムボーイですよね。で、下の方に経歴もございますが、私は1938年の前なんで、やっぱり10年違うわけです。彼のスキリングの事務所ですね、これから池田さんもご紹介いただくと思いますが、少しお話を進めますが、主な作品として当時の言語書に出てきたのは3つほどありましてですね、その中で何といってもこの世界貿易センターを自分がやったということをですね、非常に誇らかにお話したことを今も思い出しております。で、当時振り返ってまして、現代に続く、まあ、永田さんも会長をやられておりましたし、金田さんも現会長ですけれども、日本構造デザイン賞ができる前身である言語賞はですね、今から30年ほど前、1991年に作られまして、その時の第1回の審査員をですね、私やらせていただきました。亡くなられた川口先生がですね、第1回の受賞されましたが、その、まあ、その第3回ということです。で、ずっと見てみますと、松井言語賞は大体15回。ですね。それから日本構造デザイン賞もちょうど15回で合わせて30回ですが、たくさんの著名な構造家のあるいは建築家の方々がおります。で、黄色で塗りましたのが海外の受賞者なんですね。で、今8人ほどおると思うんですけども、これでいいかな、もうちょっと上がない、画面止まってるんか、うん、下の方がちょっと映ってない。あ、映ってるか。映ってますね。そうですね。7人ほどですね。まあ、そんなことで、海外の構造家もですね、まあ、一緒にこういう仕事をですね、検証するという、まあ、大変素晴らしい、
これが今も続いているということを感謝しております。その当時ですね、たまたま池田一郎さんが、シアトルのワシントン大学に留学されまして、私の研究室から増田って言ったわけなんですが、池田さんが多分、卒業された1957年ぐらいでしょうかね。その頃、ロバートソンさんもスキリング事務所に移ったと思うんですが、ちょうど事務所に1972年に訪ねまして、この系譜は望月しげるさんが書かれた本からちょっと取り出したんですけども、ご存知のようにシアトルとニューヨークのですね、二つのブランチを作りました。当初からまあ、スキリング事務所からロバートソンはニューヨークの責任者ということで移ってましたんで、72年の時はもう行ってたんかもしれませんが、スキリング事務所でいろいろお話聞いたことを思い出しております。で、私のもうそのニューヨークとシアトルの2つの、働く場所がですね、この黄色で囲ってあるような共有した、まあ、コンピューターを含めてですね、一種の研究所みたいなものを持ってたということが、非常に当時驚きでして、まあ、ゼネコンとは違って組織事務所でですね、こういう研究システムを、まあ、共有しながらやってたと。まあ、そういうことが、こう、高層建築等の素晴らしい仕事につながってたんではないかなというふうに思います。まあ、いずれにしてもスキリング事務所は非常に歴史のある事務所でして、また池田さんからお話聞きたいんですけども、まあ、40年ぐらいからですね、こういう組織事務所やって、で、1967年が、ロバートソンが、まあ、入ったというふうに聞いておりますが、まあ、ロバートソン自身はもっと前から活躍してたと思います。で、代表作もたくさんありますが、まあ、こういうものを訪ねて歩くっていうのが、1972年の私の大きな楽しみでした。で、シアトルの思い出をちょっとお話ししますとですね、まあ、ちょうど IBM ビルの前にですね、シアトルで大きな21世紀世界博でございました。で、この時、みのり山崎が世界平和科学館とやりました。で、これは、まあ、当時としてはですね、非常にこう、平和っていうんですか、心を和むような、モダニズムとはちょっと違ったですね、そういうテイストを山崎さんが追求しておりまして、それから、まあ、ベアリングウォールっていうんですが、そういうものも、この頃から出ていって、その後の IBM にもつながっていると。で、全部こういうことが伏線となってですね、後のワールドトレードセンターにつながったということは、改めてですね、こう振り返りますと、よく響いてまいります。まあ、そのシアトルも何回か行きましたけども、大変美しい街で、なんか港、長崎にもちょっと似てるんですが、まあ、非常に大胆なこういう釣り構造の、釣り床構造が街の中にあったりですね。あるいは、これ本当は新しくできたばっかりで壊されたような印象があるんですけども、キングドームでですね、その頃できてですね、まあ素晴らしいシアトルのパワーを感じました。まあ今は、壊されて新しいフィールドになってしまいましたが、まあこんな話をまた聞けたらと思います。で、一番の思い出はシアトルのですね、郊外にありますタコマナローズ橋でして、まあかつて揺れてですね、落ちてしまったその橋が復旧されたのをですね、池田さんと雨の中を見てですね、まあ、当時の亡霊の話なんかもしたことも大変懐かしく思っています。で、その後ですね、まあ、当時の超高層がアメリカですごい勢いで出てまいりまして、ちょうどジョン・ハンコックセンターが、まあ、できたばっかりでですね、まあ、雲の中に隠れているですね、この絵をですね、まあ、スケッチをちょっとやり出したんですけど、まあ、すごいものができたという非常に大きな印象を持っております。まあ、マリナシティなんかも大変ユニークでしたね。で、シアーズタワーもその後立ち上がるんで工事中だったと思うんですが、右のスケッチにあるようにですね、まあ今ではもう本当見慣れた風景なんですけども、全く足場がなくてですね、もう外装が中からどんどん取り付けられている、こういう施工システムがですね、もうすでにこの頃アメリカでは全盛だったということがですね、まあ、霞が関でこの後、まあ、追いかけていくわけですが、大変なアメリカのエネルギーを、まあ、感じた次第です。で、当時のアメリカはですね、まあ、イエロースアリーナが非常に活躍しまして、1960年から70年にかけてですね、次々と新しい、まあ、50年ぐらいからですかね、やっておりまして、スキリングじゃないんですけども、まあ、ジェファーソンメモリアアーチなんかですね、非常に印象深い建物です。
で、そんな中で、まあ、空間構造的な、まあ、構想建築としては、スケーリング事務所でやられたですね、このミネアポリス連邦銀行があるんですけども、まあ、この構想もですね、非常に大胆で、まあ、しかし、まあ、構造システム、あるいは施工どうなのかを、和田さんとも、いろいろ議論して、まあ、いい写真をいただいたんですが、まあ、こういう大胆なですね、イメージをですね、実際に作るというアメリカの、非常に革新的な挑戦的な姿勢が、なんとなく今思うと懐かしい感じがします。で、中でもマスキリングの代表作の一つである、US Steelですね。また後から皆さんからいろいろお話伺えると思うんですが、まあいろんな形態をですね、基本構想の段階で風洞実験やったり、まあ、様々なこう、ユニークなですね、耐火構造であるとか、あるいはハットフレームとかですね、そういうものが行われております。まあ、いずれにしてもこういう普遍的な技術をですね、構造デザインとして、組織事務所はきちっとやったということなんですね。本当に今振り返りましても、やっぱりスキリング事務所、あるいはロボットソンたちのですね、まあ力というか設計のコンセプトがですね、本当に素晴らしいなと思っております。まあそんなことでやっとニューヨークにたどり着きました。で、まあ、ワールドトレーセンター皆さんももう、訪ねていると思いますが、ちょうど私が行った頃、まだ工事中でしてですね、この絵は確かエンパイアステートの上からですね、こう描いたんですが、南棟っていうんですかね、左のビルはまだクレーンが乗ってまして、建設中なんで、非常に思い出深いんですが、まあ、竣工はこの数年後、73年か74年だと思うんですが、まあ、非常に印象的なシルエットはですね、今でも美しく思い出されます。右の方に自由の女神、それから左の奥の方には、タクマナローズ橋といってですね、まあ、当時の世界最大の橋もできたばっかりの状況です。で、フェリーで自由の女神に乗っているときに描いた、なんか揺れながら描いた、雑なスケッチなんですけども、ちょうど2羽のカモメがですね、こう飛んでまいりまして、後のテロがですね、この田川に向かっているようなですね、こう戦慄を覚えるような絵を後でですね、こう噛み締めまして、やっぱり平和であるということは、やっぱり建築家にとっては大事かなということを、まあ、しみじみと思い出しております。で、やっぱりこの、ロバートソンのやったこと、あるいはミロネ山崎のやった一番素晴らしいことは、そのやっぱり超構想でありながらですね、やっぱりこの非常に人との関係とかですね、あるいは都市におけるシンボルっていうのはどうあるべきかということをですね、本当にうまく考えている。で、非常にシンプルでありますが、技術的にはもちろんいろんな話が、後から消えると思いますが、私はやっぱりこの外の外装のですね、このベアリングウォールの絞り方がですね、これが先ほどのシアトルの最初にやったですね、スキリング事務所の山崎との共同がですね、ずっとこう花開いたということがですね、非常に素晴らしい山崎にとっても、傑作だったんじゃないかというふうに思います。まあ、本当にこれがなくなられてですね、寂しいんですが、まあ、ちょうど工事現場にもうまく入ったんで、その上から撮った写真が左上なんですが、その軸線上で一度写真を撮りたいと思って、後ほど、フェリーに乗ってですね、観光船に乗りまして、今度逆の立場で、北と南とワールドトレードセンターにいまして、ちょうど重なった視線でですね、非常にいいショットが撮れたと思うんですが、まあ、後ほどこういうことになってしまってですね、まあ、これは和田さんのレポートでもいろいろありますので、感慨深いものがございます。本当にもう残念でなりません。手前はブルックリン橋ですね。まあ、そういうことで、まあ、簡単な話ですが、私は一番思いますは、1960年、前回のオリンピックプールもですね、まあ、丹下坪井先生との共同できたモニュメントですし、同じ頃作られたシドニーオペラハウス、ワールドトレードセンターも同じ時期だし、ミュンヘンオリンピックもそうですが、まあ、こういう壮大なプロジェクトがですね、ちょうどまあ、ある種ポストモダンのこう波に飲み込まれてですね、本当はもっとワールドトレードセンターなどは評価が高くですね、世界的にもっと評価されていいんですが、なぜか最初、作られしばらく経ちますと、ちょっといろんな評判がですね、マイナスの面に出てきたようなことがありまして、まあ、改めて最近またこういう壮大なプロジェクトが、まあ、評価されるってことはですね、まあ、ある種、ミノリ山崎とかロボットの残した仕事をですね、もう一度我々が反芻するいい時期かと思います。まあ、ちょっとした思い出話ですが、まあ、最初の口切りとしてお話しさせてもらいました。どうもありがとうございました。
まあ、初めに短く私の米国にての経歴を少し。1967年昭和42年に日本大学の建築学科の大学院を卒業しました。そしてその9月、同年の9月に米国ワシントン州シアトル市にある州立大学ユニバーシティ・ワシントンの土木学科大学院に入学しました。そして約2年ぐらいしてから同学を1969年の6月に卒業しております。で、同時にその6月に同じくシアトル市にありました建築構造設計事務所 SHCR、 つまりスキリングヘレ・クリスチャンセン・ロバーツソンという会社に入りました。それからしばらくしてというか、だいぶ長くなってからですが、2008年の3月に退職してから今日に至っております。まあ、SHCR においては約39年いたわけなんですけれども、その間会社はパートナーが変わったり、またレスリーのように離れた方もおりまして、その都度会社の名前は変わりまして、今は MKA マグヌソン・クレーメンシック・アソシエイトという会社になっております。こういうことは私不慣れなので、あらすじを多少書いて用意しましたので、それを読みながら続けたいと思います。1969年の6月にシアトル市のダウンタウンにありました事務所のスキリングヘレ・クリスチャンセン・ロバーツソン社に入社しました。ワシントン大学で卒業時にアドバイザーになってくださった教授の紹介でした。で、面接に出てくださった方はSHCR の2番目の H にあたるヘルゲ・ヘレという人が面接してくださいまして、まあ、履歴書をもとにしたいくつかの質問の後に、それでは次の月曜日から出てこいという次第で、全く実にあっけない私の就職でした。私の入社時点ではしかしロバートソンはすでにトレードセンターのプロジェクトのためにニューヨークに行っておりました。それで彼と初めて会ったのはそれからずっと後になってからでした。でもシアトルの本社には彼は時々戻っておられまして、で、彼がチャンスがあるたびにオフィス内を歩き回りながら人々に声をかけておられたのを見受けておりました。そのうちに私に気がついたんでしょうね。新入社員かというようなことで話しかけてくださいまして、お互いに自己紹介をしたのを覚えております。それ以後彼はシアトルの事務所に戻ってこられるたびに、もし私を見つけたら一言二言声をかけてくださり、短い会話をしたことを覚えております。で、その当時彼はトレードセンターとか、あといくつかの大きなプロジェクトで忙しくされていた時期なのですが、ニューヨーク事務所での仕事ということになっていましたので、シアトルにいた私には後にですね、それぞれの建物の設計に多大な評価を得た彼の業績というようなものを知る余地はありませんでした。ですからその頃のロバーツソンは私にとってはスキリングヘレ・クリスチャンセン・ロバーツソンの一人のパートナーというだけの認識だけで、彼のことはほとんど知りませんでした。ただ彼のニュースというか噂話は時々耳にしていました。しかしそれらの話の内容はゴシップの域を出ないものがほとんどでした。で、私が入社した時にはトレードセンターの設計はすでに終わっていた頃ではと思います。彼はニューヨーク支社に行っておりましたが、一人で行ったわけではなく、シアトルの事務所から6人の優秀なエンジニアと一緒に行ったんですが、そのトレードセンターの設計が終わるに従って、そのエンジニアが1人2人とシアトルに戻ってこられました。
そのうちの一人にジョスタイン・ネスというエンジニアと私は後に多くの仕事を一緒にしてしましたが、彼はノルウェー出身でとても優れたエンジニアで、後にレスリーが書いた本の中に彼の名前も出てきています。そういうことがあったとき、ある日私はそのレス、ジョスタイン・ネスですか、彼にレスはどんな人間であるあるんですかって聞いたことがあるんですね。そしたら一言レーザーシャープということが答えが返ってきました。要するに頭の切れる人だって言っておられたのを印象強く覚えております。ということで私は結局ロバートソン氏とは一緒に仕事をするチャンスが全くないままに、彼レスリーさんはレスリー・ロバートソン・アソシエイという会社を設立されて、スキリング社から独立なさいました。その後しばらく彼のことは私は忘れていたんですが、ちょうど1993年に彼がそろそろ離れて十何年が経った頃でしょうね。ロバートソンが日本で松井元号賞を受賞なされました。先ほど斉藤先生もおっしゃいましたけれども、その時のことは私はよく覚えているのですが、特にその受賞される方は2人いて、もう1人の方は斉藤正夫先生ということをして、知ってとても私は驚きました。思わずペンを取ってロバートソンにメッセージを送りました。まあ、どのようなことをどのように書いたかは覚えてはいないんですけれども、まあ、彼への祝福とともにですね、私が一番言いたかったのは、彼と一緒に受賞される斉藤正夫という方は、私が学んだ大学の大学で恩師で、大学にいた時の恩師であって、そしてそのことが今スキリング社というか、もともとは彼の会社であった SHCR であるというようなことを書いたと思います。で、そういうことがあるからここであなたのところで仕事をしているんだということを書いたんですね。彼に後にリターンメッセージを受け取りましたか？受け取りました。彼も私と斉藤先生のつながりにとても驚かれたようでした。メッセージの中にはですね、一緒に一郎と仕事ができずに残念だったということも書いてありましたし、また同時にその頃、先ほどもお聞きしましたが、滋賀県にですか、美保ミュージアムとか、それにつながったブリッジの建設あるいは設計に関与でき貢献できてとても幸運であるということも書いてありました。またもう一つは、その言語賞を受賞したことはとても名誉ではあるけれども、それと同時に責任もついてくるとして、自分はもっともっと若いエンジニアとかアーキテクトと仕事をして、その人々のプロフェッショナルとしての目的とか目標を形作る家庭に少しでも役に立てたいという抱負を語ってありました。まあ、そんなことがありましてから、レスリーさんと私は以後、クリスマスカードを交換することが始まりました。で、昨年初めて彼からカードが届きませんでした。どうなさったのかなと気にはなっておりましたけれども、今年の初め頃はこちらコロナのワクチンの接種が始まった頃でして、まあ、高齢者が優先ということの触れが出て、まだ接種をどのように進めていくかものシステムも完成していないような時の大混乱の中ででしてね、私たちも接種予防の接種の予約などのことに気を取られていて、まあ、彼からクリスマスカードをいただかなかったというようなことも忘れておりました。そしてしばらくしてからです。斉藤先生からお電話をいただいて、彼の死を知ってとても驚いたという次第です。まあ、彼の死で
SHCR という会社の幕が下りたという感じで、もうこの4人の方は彼が最後で全部お亡くなりになりました。私にとっては非常に感慨深いことでした。ここに1970年に出されたビルディングデザイン&コンストラクションというマガジンのなんですけれども、その表紙になそのマガジンにスキリング社が紹介されたんですけれども、その表紙に会社のパートナーの写真が出ております。見えますか？左からジョン・スキリング、真ん中がジャック・クリスチャンセン、それから一番右がヘルゲ・ヘレです。で、中にロバートソンの写真が載っております。これワールドトレイドセンターですね。で、まあ、先生から彼の死とニュース、彼の死のニュースとともにですね、今回のイベントにお誘いいただいたのですが、彼ロバートソンのことはあまりにも知りませんので、今回の思い出を語るというイベントにどのようなことをと考えたんです。それで思いついたのが、4年前にロバートソンが一冊の本を送ってくださいました。その本は彼が書いた本で、本のタイトルは The Structure of Design というもので、いただいた当初は私は拾い読みするぐらいでしたんですが、今度はちょっと一生懸命読んでみようと思って、300ページちょっとある本なんですが、読んでみました。これがその本です。The Structure of Design。で、表紙はそのミホミュージアムのブリッジが写っております。で、その本を読んで、私に印象に残ったことは大きくあって3つあります。一つはですね、彼がまだスキリング社の一社員であったときに構造設計のリーダーシップを任されて、その4つのプロジェクト、IBM のビルディング、シアトルにあるビルディング、それからワールドトレードセンター、それからフェデラルレザーブバンク、それから UST タワー、先ほど斉藤先生もちょっと触れましたが、それぞれスキリング社の早期の 代表作ということになりますが、その時の彼は経験が後にロバートソン・アソシエイトという設計事務所を作り、世界中で活躍された基盤というかファンデーションになったのではないかと私は思っております。で、ここにこれは確か斉藤先生からいただいた本だとは思うんですけれども、世界現代世界の構造デザイナーアメリカ編というブックをいただいてあります。この中にはスキリング社も取り上げられていまして、今述べました4つの作品の構造設計が詳しく紹介されております。で、3つの中のもう1つは、彼は後年になってから数々の賞あるいは栄誉を与えられたことに大変名誉なことであると認識しておられますが、自分はそれだけでは満足しないというか、ストラクチュラルエンジニアというだけでは終わりたくないというような雰囲気が本から読み取れます。彼は自分ではっきり言っておられますけれども、戦争反対平和主義者ですね。で、クリスマスのメッセージの中にも時々平和どこどこの平和マーチに参加したというようなことも書いてありましたし、そしてエンジニア、アーキテクトはもともと建築構造物の設計が大事であると、それが職業ですから、それに向かって働いていらっしゃるわけですけれども、彼はもっと社会的に数ある問題に積極的に参加すべきだと言っておられると取れます。そして私の感じは、その言われるボトムラインというか結論はですね、そういうことに広く参加することによって、
ストラクチュラルエンジニアリングという職業をもっと一般の人々に分かってもらい、それによってエンジニアという地位も向上して、あえてはそれについてくる報酬、いわゆるデザインフィーも上がるんだというようなことを書いておられると思います。私は全くその通りだと思います。で、最後にこの本のことなんですけれども、もうこの本はすでに日本でも入手できるのではと想像しておりますけれども、もし翻訳されて出ていたのではですね、私はこの本のタイトルである The Structure of Design がどのように訳されているのかというのはとても興味があります。これがタイトルが逆にデザインのストラクチャーとなっていたら疑問の余地はないのですけれども、もちろんそのようなことは彼は言ってはいないし、そういうような意図で書いた本でないことは明確であります。まあ、読み終わってからそのようなタイトルを考えながら、彼は一体何を言いたいのだろうかとか、それからこのタイトルが日本語に訳すとどうやって言ったらいいのかなと考えながら今日に至っております。以上です。はい、木村さんは私の上司で、新日鉄にいるときに、いろいろと、仕事を一緒にさせていただいたんですけど、ちょっと今日、急に、胆石で入院するということになってしまいまして、一番、日本人としては、ロボトソンさんと、親しく、されてた方なので、非常に残念なんですけど、今日は、木村さんからいろいろと聞いたロバートソンさんの話も含めてお話をさせていただきます。まず、ここに、先ほどから出ております、ワールドトレードセンターですね。この、新日鉄、聞こえてますかね。はい。新日鉄はですね、ロバートソンさんとこのプロジェクトからも縁がありまして、これは私が入社するずっと前の話なんですけれど、聞いてる話ではですね、このストラクチャーを実現するときに、当時の 100PSI 光、690MPa 光というのは必要になってきて、で、これが、まだ実用化されてなかったと。で、当時、八幡製鉄所の建材副部長さんで、渡辺俊介さんという方がいらっしゃって、その方がもう、大決断をして、八幡製鉄所から、そのロール、700キロ光の、ロールを出してですね、それで実現したっていうことを聞いております。で、この方は、結局、完成する前に亡くなってしまったんですけど、ロバートソンさんはそれすごく恩に感じておられて、その渡辺副部長さんの写真がなんかデスクに飾ってあったそうです。で、まあそういうことで縁がありまして、で、その後、バンコブチャイナを、ちょうど私はこれ入社した頃だったんですけれど、これを今日欠席されてますけど、木村さんがずっと、まあ技術的なサポートをして、で、現場では、牛尾さんという方と、それから、トップエンジン、タワーエンジニアリングの斉藤剛さんという方がずっと、担当されてたんですけど、その辺から、だいぶプロジェクトを、に関わるようになってきました。で、その後で、私が初めてロボットさんさんとお会いしたのは、日本長期信用銀行の本店のガラスキューブという、映ってないですかね。あ、映ってましたね。はい。ちょっとタイムラグがあるんですね。はい。ありまして、これは日建設計さんの、寺本さんの下に北村さんがいらっしゃって、原田博明さんが設計、構造設計をやってたんですけど、ちょうどその時に、私がちょうどイギリスのアラプトから帰ってきて、これをそのピーターライスのシステムということで、担当してたんですが、張力を入れたケーブル構造というか、ロッドで安定させるっていうのが、まあ日本でもちょっと初めてのケースで、たまたまロバートソンさんが、IMP さんの BDNI というですね、インドネシアのジャカルタにあるプロジェクトをやられていて、そこにガラスのピラミッドがあったんですね。で、これがやっぱりケーブルで支えられているということで、ロバートソンさんはそれがちょっと、あまりご経験がなかったもんだから、ですから、日本でそういうのやってるって聞いて、一度現場を見に行きたい。
ていうふうに言われたんですね。ただ、現場にロートスさんが来られると大変なこと、騒ぎになってしまうので、ぜひ、お忍びで行きたいと誰にも言うなというので、もう結構怒られると思うんですが、今はもう時効だと思いますけれど、今度ちょっと外人のワーカーが行きますって言ってですね、新日鉄の作業服とヘルメットをかぶせてですね、近くでハイヤー降りて、それで見て回った時の写真です。で、この時にやはり見て、すぐですね、これはトラスとしては成立してないではないかということで、これどうやって持ってるんだということを、いろいろと聞かれまして、で、ハイヤーの中で、これはこうなってんだ、こうなってんだっていうことを、いろいろと協議して、そかそかってすぐお分かりになられてですね、面白いっていうことを、やっていただいて、その後に、この、ご丁寧なお手紙をいただきまして、非常に面白かったということで、これが最初の出会いでございました。で、その後ですね、香港で、ちょっとまだ映ってませんけれど、ちょっともう、タイムラグがあるのかな？これ、YouTube のやつですか？いや、これ、ズームです。あ、ズームですか？ちょっと時間の差があるんですね。あ、これ映りました。はい。その後、香港で、LDCH6 と当時言われてたんですけど、今、ザ・センターと言われている、350メートルのタワーがありまして、こいつがですね、構造設計付きのテンダーでありまして、もともとの設計が、4万8000トンぐらいのかなり重い設計だったので、世襲がそのダイアン設計をして、その設計で落ちた分のお金で入札しなさいと。で、それでその香港のその成長の許認可まで取って、もし取れなかったら、テンダーしたお金で、その4万8000トンの、お金でやれっていうことで、設計を、競争で鉄骨工事を取るっていう、そういうプロジェクトだったんですね。で、それで、ロバートソンさんに、これ、相談してアドバイスをいただこうっていうことで、行きましてですね、その、木村さんと一緒に、向こうに行ってですね、ちょっとこれもうちょっと写真がこれから出てきますけれど、いろんな代案を、考えて、行きました。ちょっと待ってくださいね。なんでこんな時間かな。ここね、はい。左側で、左側がロバートさんで、その右にいらっしゃるのが、今日欠席された木村さん。で、その右側が、ソーティンシンさんの奥さんですね。という私がおりまして。で、右側に代案を3つ考えました。左側が、オリジナルで、平米あたり275キロというとんでもない重量になっておりまして、で、それで、ロバートソンさんのそのアドバイスとしては、まず、トラスで全部加工っていうことで、一番右のオルタナティブ C っていうのがあるんですけど、これでトラスのチューブ構造にすると、当然ながら変形で決まりますので、すごい落ちるわけです。で、139キロまで半分以下に落ちます。半分程度にまで落ちるんですけど、問題なのは、バンコクチャイナの時も出たんですけれど、香港人って風水を気にしますので、このバッテンっていうのはご法度なんですね。で、いろんな V の字だとか、いろいろと案を考えたんですが、結局、左側の要するにブレスを入れない案でもうやってくれっていうことで、それでも193キロですので、だいたい3万6000トンぐらいまで落として、その時の、やはり風荷重をとにかく落とさなきゃいけないっていうことで、左上にある、フード実験ですね。これは、ニューヨークのワールドストレートセンターと同じように、ウエスタンオンタリオのダベンポート先生のところにお願いして、で、風荷重も落として、なんとか、取ったわけです。で、その後、許認可を取らなきゃいけないんですけど、それが、結構大変で、もし失敗すると何十億という赤字になってしまいますので、その当時の設計事務所は向こうマンセルという事務所があったんですけど、そこに私、泊まりがけで、泊まりがけというか、そこでずっと作業して日本とやり取りしながら、許認可の図面を作ってたんですけど、その頃は一番厳しくて、夜、私が最後まで仕事をして、夜、事務所の鍵を閉めて帰るっていう、そういう毎日を、続けてたのを覚えております。で、その時も、時々、その風荷重の、見方だとかですね、あと、そのディティールなんかもいろいろと、ロボットさんにいろいろと、アドバイスをいただきながら、やっておりました。で、事務所にも何回か行ったんですけれど、アメリカの事務所には珍しく、非常に接合部なんかの設計だとか、床の、バイブレーション
を、のチェックを、ギリギリやりながら落としていく手法とかいろいろと、教えていただきました。で、ここにあるような形で、メッシュを作ってですね、作っていくわけですけれど、その時に、まあ、参考にしたのがですね、バンコブチャイナのディティールでありまして、で、これからちょっと出てきますけれど、バンコブチャイナっていうのは、大きな、トラス型のフレームを、構成して、作っているわけなんですけれど、これ見てわかるように、それぞれの断面が2枚の縦プレートになっていて、そこに何ですかね、フランジが、ザクス保護で入っているような形で、この形にするとですね、何がいいかというと、立体フレームを延直の溶接だけで全部接合していけるんですね。で、横方向は、まあ、ザクス保護ということで、そういう形で、処理できるというような。で、最後の端っこのまとめるとか全部ガバッとまとめて SRC で囲うっていう割とアバウトな、ディティールなんですけど、まあ、こういうことをやって。で、これを我々の時はその端部の SRC でまとめるっていうのができないので、CFT にしたんですけど、その CFT の中に、その2枚の板がこう貫合していくような形で、ディティールを、まあ、作って、しました。もうちょっとしたら、出てくると思うんですけど、ちょっと待ってあ、出たね。はい。ここにあるようにですね、同じような2枚の板なんですけど、その2枚の板のブレースは、その柱よりもずっと細いもんですから、それが柱の中にこう突っ込んでいって、中で、それを力を伝達するようなディティールで、やっていきました。で、こいつをですね、実際にフィリピンと、台湾で作りまして、それで、その現地の香港に運び込むんですけど、まあ、このように右にあるようにこのボックスコラムにその、2枚のプレートの板がこうはまり込んでいるというのが、まあ、見られると思います。で、これがですね、実際にどんどん立っていまして、で、てっぺんまで行くんですけど、ちょっとこれも時間かかりますね。まあ、こんな感じで、300メーターぐらいの上まで、タワーが立っていくような、形で立っていきました。で、これも、辺のディティールなんかもちょっとずつご相談しながらやっていったわけですけど、まあ、今こんな感じで、まあ、まだ立っているという状態であります。やっぱドキドキしながらやってるんです。で、このディティールはですね、その後、大学に戻ってからも時々使っておりまして、次に出てくるのは、和田先生、千田先生とやった、J2 棟という東工大建物なんですけど、このブレースがやはり同じような2枚プレートで、設計、させていただいています。同じようなディティールですね。はい。ちょっとずつこう早めに押しますが、こういうふうに組み立てて、そいつをビルの表面にペタッと貼っていくというようなことをやっております。で、同じように、ディティールを使っているのは、東工大の、図書館でありまして、これも、この外周がこういうふうな立体構造になってますので、そいつを2枚のプレートで、構成していくというようなことをやっています。ちょっと時間が。まあ、こんな感じですね。2枚のプレートが寄せされているのがわかるかと思いますが。はい。で、最後ですね。これは クリスマスカードをもらった方は毎年、ご存知と思いますが、この娘さんの写真を、毎年、成長の記録というんですかね、写真をクリスマスカードに貼って、送ってこられるということで、まあ、非常に子煩悩な、父親というのであったんだろうな、というふうに思います。これは11歳、娘さん11歳の頃の、結構前だと思うんですけど、写真であります。はい、ということで、まあ、ちょっと、
写真と言葉がずれてしまいましたけど、2007年には、まあ、お茶の水で講演会をやっていただきまして、これはその時に JASCA で主催して、まあ、あと今日来られている河村さんとか小堀さんとか、中庭さんもいらっしゃいますけど、まあ、奥様と一緒に撮った写真です。はい、簡単ではございますけど、私の話は以上です。ありがとうございました。はい、森ビルはですね、上海環球金融中心、イングリッシュネームで言うと、上海ワールドフィナンシャルセンターの構造設計でロバートソンさんに、お世話になりました。少し当時のバックグラウンドから説明します。1990年に上海浦東地区の中で、アジアの国際金融センターと目されていた陸下市金融中心地区に、世界最高水準の一大拠点の開発をするんだということで、森ビルは開発を開始しました。1997年に一旦着工したんですけれども、その後アジアで経済危機が起きて、工事が残念ながら一時中断したんです。で、その中断した後2001年、ロバートソンさんに参画いただいて、合理的な構造計画を取り込んで、途中まで工事進んでたんですけども、さらなる構想化を決定して、当時492メートル世界第一位という高さの建物の、で再設計して、2008年に竣工させることができたものです。で、2001年にロバートソンさんは森ビルに最初のプロポーザルをしてくださったんですけれども、これがその時のプロポーザルの、まあ、概要で、少し拡大して、先ほど先生もあった、まあ、ワールドトレードセンターがモメントフレームとすると、バンクオブチャイナでメガストラクチャを採用したんだけれども、今回我々の、上海のセンターでは、このような、少し進化した、形の構造計画をしたいんだというところです。まあ、非常にデザインは KPF さんのカッツさんという方で、カッツさんの紹介で、構造化、世界の構造化のロバートソンさんが呼ばれ、後で出てきますけれども、さらに、ダベンポートさんという風の大国が参画するということで、このプロジェクトっていうのは成功に至っております。これが風の審査会の様子なんですけれども、ここでちょっと拡大すると、左から、もうちょっと、左からロバートソンさんがいて、隣にダベンポートさんがいます。で、その隣に、南オンタリア大学のイッシモブさんがいます。で、一番右端に映ってるのが、入社2年目でラッピンカンスということで、今、ロバートソン・レラ事務所さんの社長さんになられた優秀な若き、女性エンジニアですね。で、これが風の審査会の様子なんですけれども、まあ、こんな形で中国では審査されて、で、その風の審査会が終わって、ほっとロバートソンさんの部屋でくつろいでいる時の写真になります。まあ、中央にいるのが、亡くなった私の上司、静香さんなんですけども、まあ、その両、ロバートソンさんや、奥様のソーティンさんなどの写真、顔も見えるところです。で、これが南オンタリア大学で、風洞実験、台風シミュレーションをしたんですけど、その時の写真になります。これ、最初に、厳しい指導があったんですけれども、ダベンポートさんにも参加いただいてですね、現地の外力を少し減らして、外力を低減するってことが、審査会で提案されて、これが了承されたっていう時、というものになります。これは耐震の予備審査会の時の写真になるんですけれども、耐震の予備審査会で、
ロバートソンさんが中国の審査官の前で、説明を行っているところです。ちょっと鍵カッコつけてあるんですけど、75というのは当時ロバートソンさんは75歳ということで、なかなか現役でバリバリとこの年齢でやってる方は、日本では和田先生ぐらいかなと思うんですけれども、私もまだまだ、しっかりしなきゃいけないなというふうに思うところであります。で、これが当時説明に使ったメガストラクチャーの模型などがあって、で、これはちょっと面白い写真があって、ロバートソンさんが終わってからですね、一生懸命黒板に書いていて、ロバートソンさんのこの、字が見えるのもなんかちょっと面白いかなと思って、これ全然構造的な話じゃなくて、テンダードキュメントがいつ出てきて、で、森でレビューして、で、コントラクション、ゼネコンさんに提案をもらうと、非常に時間がないじゃないかっていう、結構クレームのような、トゥーショートという、そんな話をしてた時なんですけど、まあでも、なんか、そういう直筆のものが残っているのも、ちょっと面白いかなと思って、持ってきました。これが、審査会の時の様子で、これが、中国の審査会っていうのはこんな感じで行うんですけども、偉い先生がこうずらずらって並んでですね。で、まあ、思うところ、一人ずつ述べるというような形で審査進みます。で、これが審査会が終わったところの写真です。日本からは、構造計画研究所にも、お世話になりまして、岡部さんや西尾さん、郷さんなどの写真も見えているところであります。お世話になりました。まあ、メガストラクチャーはここで丁寧には説明しませんけれども、中央にコア、コンクリートのしっかりしたコアがあってですね。で、ベルトトラスが通ってます。で、外周の柱はベルトトラスを使って、メガストラクチャーに流していくので、非常にコンセプトとしては、この基準界の外周の柱が細くできるということで、まあ、高層ビルにとってみると、我々にとってみては、その眺望っていうのが何よりも魅力なんですけども、この眺望を確保できたっていうところが、この我々にとってみると、すごく、いい提案だったなというふうに考えています。それで、竣工に至るんですけれども、です。まあ、これは竣工してから展望のでロバートソンさんが、いろいろインタビューを受けているところですね。ロバートソンさんの提案の時にはこれ、深淵だったんですけども、まあ、最終的にはこういう四角の穴になって、現地では、栓抜きビルなんて言われて、愛称をもらっているようなところがあります。からお人柄が忍ばれるのが、ですね、2011年、東日本震災があった後に、まあ、すぐに、こういうレターが届きましてですね。でも、本当に心を痛めてるんだと。何かすることがあれば手伝いたいと。で、まあ、いろいろアメリカのこんな団体があるんだけれども、まあ、そういうところを通してもできるんじゃないかなとか、もう、いても立っても至れず、手紙を出しますというようなところをいただいたりしています。それから、そうですね。まあ、やっぱり様々な賞を受賞したんですけれども、まあ、ここにもちょっと載ってるんですが、reducing the building total weight from, 要はですね、再着工したので、その時に高さを高くしたというところがあってですね、高さを 7% 高くして、15% の床を増やしたんだけれども、重量をうんと削減することによって、これを成し遂げたというところが、すごく革新的であるというような評価もいただいています。まあ、端的に言うと、SRC 像を S 像を主体にしたんですけれども、まあ、ダイナミックな、提案が、まあ、こういう賞にもつながったりしたところがあります。CTBUH でも、当然、この時は8年の年間の大賞みたいなのを取ってるんですけども、その時にも、コメントとして、こういう発想するっていうのは、もう天才に他ならないと。ストラクチャーイズナッシングショートオブジニアスだというような審査員の声もあったというふうに聞いております。ちょっと時を隔てて、
今日聞かれてる方も多いと思うんですけども、2017年に、3年、4年前ですか、超高層の研究室として、和田先生ほか構造のエンジニアの一団で、アメリカ、ニューヨークを訪れたんですけれども、ちょっとずれちゃいました。で、この時にも、意見の交換を行ったんですけれども、まあ、その後に、メンバーの一人が、さっき、池田先生がお持ちになっていた、ストラクチャーオブデザインの本を持っていて、サインしてくださいとお願いしたら、ロワトソンさんはすごく気兼ねなく、あ、そこの本かと。で、この本が欲しいんだったら、僕の家にいっぱいあるから来たらどうかという提案をいただいて、そんなことを言うと大勢行っちゃいますよって言ったら、何人来てもらっても構わないよって言うんで、まあ厚かましくもですね、その時の一行二十数名で、ロバートソンさんの家に押しかけたんですけど、一つも嫌な顔しないで、一人ずつに非常に丁寧にサインいただいた時のものなんです。で、これは私がサインもらってますけども、例えばこんなオールドフレンド、森ビルディングのトールさんというような、ことで、サインいただいたりして、すごく感動したのを覚えております。その後、2019年ですね、もう91歳の時に、ロバートソンさんの生涯を語るようななんか DVD っていうのが、後に送られてきたんですけども、その中にも、このアメリカの視察で、セッションしている様子なども取り上げていただいたりしてました。で、その DVD の中に、英語の詳しい人にもお聞きしたいんですけど、この Leaning Out っていうタイトルなんですけど、DVD の。で、ロワトソンさんは、なんか、3つのなんか大好きなスポーツがあるということで、ロッククライミングとか、スキーとか、ウィンドサーフィン、なかなか活発なスポーツですね。それで、その、スポーツからももらった言葉だということで、リーニングアウトっていうと、身を乗り出すというような意味になるそうなんですけど、まあ、おそらくロバートソンさんは何事にも前向きでチャレンジするんだという気持ちが、終わりだったのかなというふうに、思いました。ロバートソンさん一生懸命これサインしてるの、僕ら上海の深淵で建物をスケッチしてる写真などもあったのがちょっと面白かったです。はい、すいません、ちょっと長くなりました。以上です。はい、じゃあ私の方からですね、簡単にニューヨークでの研修生活をご紹介したいと思います。この後何か若いエンジニアの方からロバートソン事務所に行く時の話を聞けると思いますので、私は簡単にしたいと思うんですが、私が行きましたのはですね、1988年から90年、まあ、約2年間ですね。でちょっと写真がですね、ロワソンさんの写真がちょっと 見当たらないので、私が写ってる写真持ってきちゃいますけど、まあ、30前後で行きまして、まあ、周りもですね、結構若いエンジニアが多かったかなっていう印象があります。で、ちょうどこの当時は、香港のバンクオブチャイナを建設している真っ最中でして、毎日のように現地からこうファックスが来て、で新日鉄の木村さんも毎月のようにニューヨークの事務所に来られたっていう、そんな時期だったと思います。それから今日ご出席の和田先生とか神田先生もですね、まあ、いろいろ見学会等のご用事の時に寄っていただいたということを覚えております。で、私が携わりました仕事の一つですけど、これクリスタルタワーっていうんですが、後ろに見えますのがフィリップ・ジョンソンのガラスの大聖堂っていう大きなガラスの建物、教会がありまして、そこにベルタワーですね、鐘つき堂っていうか、鐘つき堂ではないですね、ハンドベルのようにベルで音楽奏でる、そういうタワーで、それがこの中に入っている、そういった、タワーを、これもフィリップ・ジョンソンさんの設計で、やったということですね。で、先ほど土橋さんのお話もありましたように、
まあ、これが直筆のスケッチになりますけど、まあ、設計やるときはですね、それぞれの担当者の机にですね、ロボアソンが来て、で一緒にこう隣に座りながら、いろいろ会話しながらやると。で、まあ、多分会話というよりはもう絵を描きながらですね、ロボアソンがこう、ここはこうだよね、こうだよねとか言いながら、いっぱいスケッチを描いて、それでこう進めていくっていうような、そんなスタイルだったと思います。これがその中の一つのスケッチになりますね。これは一番上になんか星型のものをつけて、どうのこうのと。そんなような感じのスケッチだったと思います。で、まあ当時、印象的だったのは、まあ、こういうフィリップ・ジョンソンのような大建築家とですね、どういうふうに、まあ、一緒に仕事を進めていくかっていうのを非常に、まあ、教えていただいたと思います。まあ、後でも出てきますけど、まあ、基本的にはコミュニケーションだと。それが一番大事なんだと。いうことをおっしゃっていました。で、もう一つ、ご紹介しますけど、これちょっと写真がないですけど、今日の確かパンフレットに写真が紹介されてたと思いますけど、スペインのマドリッドにあります、フルエタディヨーロッパですかね、ヨーロッパの門っていう、建物です。ちょうどこの頃、こういう傾いた建物をいくつか計画されていました。で、これ、力の釣り合いから言うとですね、この軸力がこう斜めの柱にぶつかったところで、この梁に引っ張り力が加わりますので、まあ概念的には横力がかかったのと同じような状態になります。で、この横力をこう計算 しますと、ちょっとうろ覚えですけど、15センチぐらいこう横に移動してしまうような、そんな結構な力があったかと思います。で、それを、なんか、変形を抑えようっていうようなスタディをレスと一緒にやった覚えがあります。で、まあ、一つの案としては、この柱にですね、こうプレストレスをかけて、これをぎゅーっと引っ張ると、これがぐるっと戻ってくるというようなことですね。あとは、このコア、これは RC のコアですけど、じゃあ、ここにプレストレス入れたらどうかとかですね、いろんな案を検討しました。なかなかその、変形は戻るんですけど、全体が一様に戻るというのはなかなか難しくてですね、いろいろ議論した覚えがあります。それで、ちょっと、まあ、他のプロジェクトいろんな方から紹介していただける方と思ったので、2つにしますが、先ほど、土橋さんの写真にも出たところかなと思いますけど、レスの、アパートですね。にもこうお邪魔しました。この真ん中に映ってるのはうちの娘なんですけど、ちょうど向こうにいる時に生まれまして、まあそんなことで非常にまあ親しくさせていただいておりました。あと、日本にもこう、もうなんかしょっちゅう来られてたと思うんですけど、たまにご一緒してですね、これが奈良の唐招提寺行った時の写真になります。で、この方は息子さんですね、クリス。で、これは奥さんですね。クリスさんは確かビデオにも出てた人だと思います。それからこの二人はですね、さっき出てきたカーラ・メイ、娘さんのカーラ・メイの、旦那さんのご両親です。で、カーラ・メイいなかったんですけど、まあ、ご両親一緒に日本に遊びに来ていただいて、そんな感じですね。この時も確か木村さんがですね、宿の手配とかいろいろ思います。はい。それで、ちょっとまあ、印象に残ったことを話しますけど、私、その清水建設を、退社しまして、そう、清水建設時代、森ビルさんにお世話になりまして、その中断する前の、上海のビルにも関わったことがございます。で、退職しまして、今、小山高専というところで、構造の、教育に携わっているんですけども、
まあ、なかなか慣れないことで、なんかこうメールをこうやり取りしている中で、まあ、2年経ったけどなかなかまだ教えるの難しくて慣れないよみたいなことをポロッとつぶやいたらですね、こんなメールをくれまして、ただちょっと最初はですね、バークレーを2年で辞めたっていうことですかね。それで仕事をいろいろ探してたけど、まあ、当時はまあ戦後ということでディフェンス、まあ、防衛産業が盛んだったんだけど、まあ、防衛と言いつつ実際は攻撃だよねみたいなことは書いて、そんなのはちょっと受け入れられないみたいなことは書いてありました。これ先ほどの池田さんのお話にも通じるかなっていうふうに思います。で、まあ、いろいろ探している中で、なんかすごい山奥のですね、僻地で、K っていうのはあれですかね、キンダーガーデンじゃないかと思うんですけど、まあ幼稚園から 8番っていう中学2年ぐらいですかね、ぐらいのその子供を、すごくまあ人数は少ないので、一つの部屋で一人の先生で教えるみたいな、そんな、学校の先生になったと。でそんなところでどうやって教えるんだみたいなことを、まあ、考えながら、現地に向かって、で結局彼がやったのは、その子どもたちを 2,3 人のグループに分けて、それぞれのグループのところに行って、まあいろいろ話をして、授業を進めるんだというようなことをおっしゃってます。でここは面白いんですけど、Learning came from each child, each group. だから教えるっていうより、なんか向こうからいろんなことがなんか湧いてくるんだみたいなことをおっしゃっていて、なんか非常に面白いと思いますね。非常にまあいい経験で、かつそのまあ州、これは多分、ロサンゼルス州ってあるんですかね。そこの州の中で一番成績が良いクラスになったみたいな。書かれています。でその後、まあ、プリンストン大学ですかね。で、まあ、これも、大学の初年度から大学院まで、しかもエンジニアとアーキテクトを一緒にお茶混ぜにするクラスが、授業があったんですけど、まあ、同じような、手法でやっていって非常に、評価を得たよというようなことを言われています。でまあ、こんな手法がまあ日本で役立つかどうか分からないけど、みたいなことが最後書いてありまして、まあ、最後に一番大事なことは、They are not in the architecture or engineering business, but they are in the communication business ということで、まあ、コミュニケーションが一番大事なんだよということを、まあ、30年ぶりにそういう話を聞いて、懐かしかったと思う。と同時にですね、ロバートンさんやっぱりエンジニアとしても、まあ、ものすごく優れた方ですけども、教育者としても、まあ、超一流で、まあ、我々をなんかすごく導いてくださったっていうんですかね、一言一言がやっぱり今でも思い出されるそんな方でした。ということで簡単ですが以上で私の経験ご紹介になります。こちらで共有されているでしょうか。はい、このような機会をいただきまして、ありがとうございます。レスリー・ロバートソンさんの、思い出を語るというようなことで、堀江建築工学研究所の作田と申しますけれども、よろしくお願いいたします。で私ファーストネームが作田ジョージ、ジョージと言いますけれども、まあ、ロバートソンさんに会った初日からまず、ここの、ファーストネームのところでいじられまして、アメリカ人で、GORGE とか書くジョージがいるけど、まあ、お前は JOJI のままがいいぞって言って、ちょっとアメリカに来たから、ニックネームで、GORGE を綴ろうかなという時期もあったんですけれども、レスには、反対されて、もう JOJI のままということで、これをずっと、今まで、海外にいても使っていると。いうような記憶がまずあります。で、今中島先生が80年代後半ですかね、ちょうど10年ぐらい、
私が研修に入る前に研修されてたということですけれども、私は98年の5月から2000年の8月という少しイレギュラーな2年間プラスアルファというような期間で、ロバートソンの事務所に、お世話になりました。で、今日のこのフォーラム、ではですね、レスの写っている写真を、まあ、探してみて、その写真から、まあ、思い出話ができればなと思っていますので、よろしくお願いいたします。で、ただ当時、まだデジタルカメラがちょうど、まあ、出始めの頃で持っていませんでしたので、現像した写真からレスの写っているものをスキャンして集めてみました。というようなことで進めたいと思います。まず最初のこの今写っている写真ですけれども、レスは1998年ですから当時70歳ということで、いつも、まあ、この写真に写っているような笑顔で、まあ、若手エンジニアと、一生懸命議論してくれたというのが非常に印象的です。で、当時私27歳で、まあ、大学では鉄筋コンクリート構造を専攻してまして、その後ゼネコンに入ってまだ3年目ということで、同じ構造分野でももう全く違う世界ということで、とても刺激を受けたというのを覚えています。で、それからこの研修時期ですけれども、ちょうどミレニアムのカウントダウンがあった時期ということと、あと、レラの事務所が、この時はミドルイーストですね、のマンハッタンにあったんですけれども、そこからダウンタウンに、ちょうど2000年の夏頃にダウンタウンに引っ越しをしたと。いうような時期です。それからさらにその、私帰国後の1年後にはとっても悲しい出来事ですけども 9.11 の、爆破テロがあったといったような時期に、ちょうど、レラ事務所にお世話になりました。で、これ、まず、当時 のレラ事務所のポストカードですけれども、バンクオブチャイナとかちょうど爆破テロの改修、修繕が終わったワールドトレードセンターとか、一緒にですね、日本ミュージアムのブリッジ、先ほど来何度かお話出てますけれども、日本の、橋の、設計というのが出てます。で、この時、このカードをですね、ロバートソン、から手渡された時に、この、日本ミュージアムの写真を指さしながら、人をたくさん招いて、再貸し試験したんだよっていうような冗談交じりの話をされた記憶があります。こちらですけれども、1998年当時の事務所の写真になります。で、事務所の入り口の壁にはワールドトレードセンターの模型と写真がありまして、もう非常に懐かしい写真になります。で、この後夏に、2000年の夏にダウンタウンの方に移っていったということです。で、事務所の中ですけれども、レスはまあ海外をたくさん飛び回りながら空いた時間、まあ、事務所で若いエンジニアたちと一緒に肩を並べて、まあ、議論してくれるということでしたけれども、レスの席はエンジニアと同じ席ということで、まあ、事務所のコーナーのところに席が設けられていて、他のまあパートナーで個室を持っているパートナーとはちょっと違うやり方をしていたというのを思い出しています。それからこの写真にも写ってますけれども、ロールのこうトレーシングペーパーをいつも、まあ、片手に持ってまして、それをこう伸ばしながらトレーシングペーパーの上で、構造の話を一生懸命議論してくださるというのがとても印象に残っています。で、こちらの写真はアイアンペイの事務所に、行った連れて行っていただいた時の写真になりますけれども、ニューヨークには、ペイコブフリードとかコンペダセンボックスとかたくさん の建築事務所がありますけれども、時々レスの打ち合わせに同行させていただいたという時 の写真になります。で、マンハッタンの中での移動になりますので、いつもイエローキャブを使って、移動していたんですけれども、すごくこう荒い運転で、オンボロの車でっていう状態でしたけれども、徐々に、まあ、慣れていったっていうのは思い出されます。で、打ち合わせについてはいつもやはりトレーシングペーパーを使った打ち合わせっていうのがスケッチをしながらですねスタイルになってまして、大きい格好、のこう打ち合わせからもうディテールの部分までそういうスケッチしながらこう見せ方なんかを話していたっていうふうに記憶しています。で、この時私はほとんど会話聞き取れてないんですけれども、そういうスケッチを見ながら今何を話しているのかなっていうのを
参考にさせていただいて、まあ、なかなか聞き取れないんですけれども、うなずいていたというような時期でした。プロジェクトを少しだけ紹介一つぐらいですね、ですけれども、その研修中に最もこう印象に残っているプロジェクトの一つということで、こちらがアイアンペイ氏が設計された、ドイツの歴史博物館の増築ということで、ガラスのカーテンウォールと鉄骨の現しというような、まあ、私が当時 RC しか知らない意味で行ったので、すごくこう新鮮なプロジェクトで、ガラスのショーケースというふうなように呼ばれていました。で、この建物の設計の時には、通常風外力とかいろんなことはもう当然考えるんですけれども、ここで、示しているモデルのようなモデルを示してますけれども、そこに運動力を入れて、運動力解析をするというようなことをやっていました。で、これ、運動力解析によって得られてくる、集中応力とか変形がガラスを破損させないようにというような検討をしながら、まあ、そういうのを吸収できるディテールはどうすればいいかとか、支持条件どうすればいいかっていうのを、非常にディテールにこだわって、スケッチで教えてもらったという記憶があります。で、ちょうどこの頃、解析ツールも多く用いられていた頃ですけれども、まずはスケッチを使って力の流れや変形をイメージして、構造計画するっていうことの重要性をもうすごく教えていただいたという記憶があります。で、先ほど来ウェスタンオンタリオのウィンドトンネルテストのラボラトリーの話が出てきてましたけれども、レラで数々超高層建物を手掛けている中で、私もその風洞実験室に一緒にこう連れて行っていただくという機会があって、その時の写真が出てきたということでスキャンしてみました。で、まあ、施設の中ではいろいろな構造物を見学させていただいたりですとか、上のこう写真にあるような小さな十数人乗りなんですね。その時の当時すごいこうレスト、まあ、数人しか乗っていなかったので、もうほとんどプライベートジェットみたいな話、に思ってたんですけども、まあ、ネットで調べてみると19人乗りぐらいの、プロペラ機ということで、思わずこうその時当時写真を撮ったんですけれども、すごくいい思い出で、非常に大きなエンジン音ともう高さを体感できるっていうような移動手段で行ったことを思い出しました。それから超高層のプロジェクトには、まあ、あまり関わったことがなかったということで、ハットトラスの変形を戻す、加工とかですね、それからアウトリガーの役割なんかを、非常にこう、まあ、スケッチとか丁寧に教えていただいて、とても構造、をやっていく上でとても参考にさせていただいているというような思い出があります。で、ちょっとここからもうほとんど遊びの話というか構造と関係ない話なんですけれども、コネチカット州のキャンドルウッドレイクに別荘がありまして、ロバートソン氏の別荘ですね。そこでセーリングした時の写真があったので、それをコピーしました。ニューヨークの北東に100キロぐらい行ったところにあるんですけれども、そこでいつもサマーパーティー毎年開かれたりとか、あとサンクスギビングデーで招いていただいたりということで、何度もこの別荘にはお邪魔したという記憶があります。で、ここですごくこう恐ろしい思い出を持ってまして、レスは本格的な競技用のカッターボートっていうのを持っていてですね、恐る恐る乗らせてもらった、で、その後すごく後悔したという思い出があります。で、カッターボートっていうのはもう簡単に乗れるものかと思って、まあ、手漕ぎのボートぐらいも私はスイスイ行けるなと思ってたんですけど、実際カッターボートっていうのは U ターンもするのもすごく大変で、止まってしまうともうバランスが全然取れないような、ボートで、とても直進推進力っていうのがすごくあるボートになって、尖ったボートですね、になってまして、乗った後に気づいてすごく不安な表情で陸の方を眺めている私を見ながらですが、止まった時はオールを水面に下ろせという構造のことをちゃんと考えろっていうような叫び声があったので、救われたというような思い出があります。で、この写真は妻とのスリーショットになっているんですけれども、
私が当時98年に行って、その後7月に結婚して、それから2000年に先ほど中島先生 のお子さんも生まれたということでしたけども、うちも、娘が、ちょうど2000年に生まれまして、その時にはもう日本の会社の掟を破るっていうことへの説得にすごくご尽力をいただきまして、もう出産に関しても費用まで負担していただくというような、私にとってはすごくもう 父のような存在という、ケースになります。で、娘が生まれる直前にちょうど研修ビザが2年間の研修ビザですので、ビザが切れてしまうということで、ドキドキしながら2人で、一度カナダに出国してですね、で観光ビザで入国して、出産を待つというようなすごくドキドキの印象もあります。で、それから、次の写真ですけれども、これもキャンドルウッドレイクでサマーパーティーやってた時に、ジャンプ大会っていうのをやってまして、その時のレラの友人が持ってた写真をコピーさせてもらいました。これウッドデッキから浮き輪を投げてどのぐらい遠くまで飛び乗れるかっていう競争をしていたんですけれども、まあ、若者がやってる競技に混ざって、レスも当時ジャンプしたということで、まあ、非常に元気で超人的な70歳というような印象を受けました。上の写真はちょっと間抜けな若者で浮き輪まで届かずにそのまま落下するという、写真になっています。続いて、まだ少しすいません、10枚ぐらいなんですけど、ハイキングの時の写真ということで、こちらも、レスの友人とか仕事仲間、と一緒にハイキングに連れて行ってもらった時の写真で、この時もいつも家族とか、愛犬のジュエルが当時飼ってましたけども、ジュエルも一緒にいたというような思い出があります。こんなにすごくこう活発なレースということで、車についても街では BMW 乗ってましたけども、郊外に行くと、革の手袋をバシッとはめてポルシェを、すごいスピードで運転しているという思い出がありまして、私も乗せてもらいましたけれども、すごくスリリングなドライブだったというような一面を記憶しております。最後、最後の写真ですけれども、レラに行ったばかりの頃の、まあ、怯えている私と、当時のパートナーの一人のダンとのスリーショットの写真があったので、まあ、プリントしました。早く事務所に打ち解けられるようということで、こうワイン片手に、まあ、少し飲みながら、肩の力を抜けようっていうような感じで、話していただいたというような写真です。で、レスにはもう、スケッチ、構造的にはスケッチの重要性っていうのだけじゃなくて、もうマンハッタンでの生活を通じてアメリカ文化とか家族、との時間の大切さっていうのをとても、まあ、一生懸命教えてもらえたということです。それから結婚とか出生にも、素晴らしいアイデア、それから多大な支援を賜りました。それから先ほど、何度か出てきた、ストラクチャーオブデザインですね。レスのサイン入りの著書がありましたけれども、そちらを今回こういう機会がありましたので、もう一度読み返してみて、まあ、改めてレスの偉大さ、それから優しさっていうのをとても実感しました。レスからいただいた私の人生で最も刺激的な日々の思い出っていうことで、それから優しさっていうのを生涯忘れません。どうぞ安らかにお眠りください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。三菱書籍の堀田と申します。この度は非常に貴重な機会を与えていただきましてありがとうございます。まず簡単に私の自己紹介等をさせていただきたいと思うんですけれども、私は今日のプレゼンターの中でおそらく一番、最年少で、レラにいた期間も、まあ、一番短いということになると思います。2012年の秋から2013年の秋まで1年間、三菱書籍系から企業留学ということで、ロバートソンの事務所でお世話になっておりました。で、当時のロバートソンの事務所というのは、こちら右上にあります6人のパートナーと、ニューヨーク事務所には約60人の、まあ、人種も性別も、国籍も非常に多様な60人のエンジニアがおりまして、
で、ロバートソン自身はもうパートナーは引退してデザインダイレクターということで席を置いておりました。ただ、ですね、当時私が、お邪魔した時には84歳だったんですけれども、2012年の12月31日をもってレラニューヨークの、そのデザインダイレクターを退くということがありまして、実際同じ事務所の中で同じ職員というか、メンバーとして、時間を共にできたのは、3ヶ月間ということになりました。で、ただ一方年が明けてからも、私ソーティーンの下で、仕事をしておりましたけれども、まあ、週に1回、程度は事務所に来て、常に声をかけていただきまして、ピアレビューの仕事ですとか中国の仕事を主にやっていましたが、そういった仕事の中でいろいろディスカッションをするというような時間を過ごしました。で、今回機会を与えていただくにあたって、どういうお話をたった1年しか言えなかった人間がしようかなと考えて、向こうにいる同僚に、チャットでこういう機会ができたんだけども、どういうふうに話したらいいと思うっていう、話をしていたところ、まあ、こんなようなアドバイスを受けました。で、当時、この私より5年ぐらい先に、この後お話しされます、石倉さんがいらっしゃったんですけれども、まあ、石倉さんがいらっしゃった頃というのは非常にプロジェクトに対して、アクティブに、意見を言っていて、ただ、僕がいた時には私がいた時にはちょっと、まあ、違う変わってきたと、まあ、どちらかというと非常に丸くなってきていて、まあエディという同僚なんですけども、彼曰くは、まあ、おじいちゃんみたいな存在だったよねと。で、そういうような、ちょっと柔らかくなったレスの話を、まあ、してみたらどうだいというようなチャットがありまして、まあ、確かにそうだなと思いまして、今日はキーワードとしてはレスがよく言っていたこの4つのことということをご紹介したいなというふうに考えております。で、まず1つは、まあ、ロードパスということで、まあ、これ日本語で言うと荷重の伝達経路ということかもしれませんけれども、まあ、こういったようなことを、まあ、常日頃いろいろと言われていたと。それからフリーボディダイアグラムというのは辞書を引いてもなかなか出てこないんですけれども、会話の中で、おそらくこうだろうと思っているのは、要は応力図を、手で書くということを、非常に言われたと。それからコミュニ先ほど来、皆さんお話しされてますけど、コミュニケーションということと、まあ、文学、文章ということ、それからユーモアと、芸術への関心というようなことを、あったことというのをお話しさせていただければと思っています。で、まずそのロードパスに関する部分ですけれども、ちょうど私がいる頃は、私自身はこの、マレーシアにある、KL118 という建物の、設計自体に、時期としては関わることはできなかったんですけれども、まあ、これがちょうど、TD が終わる頃の、に在籍をしておりまして、この時にどういうふうな、設計をしたかということを非常に何度も説明していただきました。で、まあ、こういう118層の建物なんですけれども、レスはこの118層をそのままモデリングされた解析モデルというのは非常にこう嫌っているというか、必要性はあるんだけれども、これはあまりこう、有用ではないというような言い方をしておりまして、基本的に大きくモデリングするのであれば、アウトリガー、コアウォールとアウトリガーのシステムであれば、最小限のものをモデリングして、その中で力の流れをきちんと把握して、対極を把握していくのが非常に大事なんだというようなことを常日頃言われてまして、この中でもよくこういうような絵をポンチェで、先ほどあったトレーシングペーパーの上に書いて、どこに力がいくんだということをいろいろと質問をされて、たどたどしい英語の中で答えていくというような日々を送っていました。あと下の段はですね、中国の蘇州にある歩道橋で、これが私が我々長い時間かけて、基本設計を、行っていたものなんですけれども、こちら側のショッピングモールから、こう歩道橋があるんですけれども、まあ、これ を一生懸命こう解析モデルを作っても、あまり解析モデルには、正直興味は持たず、どこに視点があるんだいと。このカーブはどこ、なんでこのカーブなんだいと、という、まあ、そういう質問攻めにありまして、まあ、そういった質問の中で、それを建築家がどう考えているか聞いたかいというような質問をされました。で、それはまだですというふうに答えると、まあ、Let's ask it、Let's ask it ということで、非常にこういったところでも、
どこからどこへ物が流れていて、それをコミュニケーションしたかということを強く言われたように感じています。またそのロードパスというところでは、これはどのプロジェクトの時にも必ずこういった議論が出てきましたけれども、やはりどこかが壊れた時にどこに荷重が流れていくんだいというようなことを、これはまあプレゼンテーションに作ったスライドからちょっと抜いてきましたので、パワーポイントにはなってますけれども、こういったところで荷重がどこに流れていくのかということを常日頃ずっと言われ続けてきていたという印象があります。また、レストの会話の中、会話は結構こういった学生の宿題のようなところがありまして、朝事務所に行くと、少し早くレストはもう事務所にいるんですが、机の上に問題用紙が置いてありまして、これは行って1ヶ月後ぐらいの問題用紙なんですけれども、ちょっと問題文の部分は割愛してしまいましたが、この非常にシンプルなトラスのフリーボディダイアグラムを書いて持ってきなさいというふうに机の上に書いてあるというようなことが多々ありました。で、これはまあ皆さんご存知の通りだと思いますけれども、まあ、これのフリーボディダイアグラムは数日で業務の内容に書いてレッスンオフィスに持っていったところ、まあそうだよねということでこういったお手紙をいただきまして、ただこういうフリーボディダイアグラムを書くことの重要性と、それを接点の釣り合いで解いていったときに接合部の中でまあこういった補強を要するような部分というのも出てくるということをよくよく注意しなきゃいけないよというようなことをこのペーパーの中では書いてありまして、まあこういったメモ書き、テクニカルなメモ書きというのを非常にいっぱいいただきました。でやっぱりこういうやっぱ言葉が伝わないというところもありまして、こういうお手紙をいっぱいいただきまして、中には、ロバートソンはジャスカの会員でもありましたので、ジャスカの解放誌が来ていて何かこう絵として気になるものがあったときには朝に、付箋付きでユースケと書いて置いてありまして、それを、何が書いてあるか解説しに来いというような宿題も中にはありました。で、またですね、そういったいくつか、まあ、オーソドックスなというか正直な問題を、解いていたところ、ある日、まあ、引っ掛けられたというと言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、まあ、こんなような問題もありました。で、ただこれは非常にこうトリッキーな問題だなと、今も若干思いますけれども、全てがピン接合だった時に、ここの真ん中に集中荷重がかかって両端を支持されている、単純張りのようなトラスのようなものの、フリーボディダイアグラムを書いて持ってきなさいと。で、まあ、だいぶ手で書くということのトレーニングを、受けてましたので、一生懸命こう手で書いても、なんかうまく書けないところが毎回出てくるんですね。で、一週間ぐらい経って、まだ、答えを持ってかずにいたら、一体いつ持ってくるんだというふうに、ちょっと、からかい半分で言われまして、まあ、もうじき持っていきますということで、これはいよいよ明日ぐらいには持っていかないと、なんかもう口を聞いてもらえなくなるかもしれないということで、意を決して、解析プログラムにも8入れてしまえということで、入れて、何か応力図が出たので、翌日、意気揚々と出ましたと持っていったところ、普段ニコニコしているレスが、まあ、実際レスはいつもニコニコしていて、ちょっといたずらっぽいことを言うときにすごい怖い顔なんですけれども、そのような顔のレスが登場しまして、このトラスのフリーボディダイアグラムを書けるわけないだろうというふうに言われました。というのは、このトラスというのは実際トラスのようで見えて、3つのトラス、不安定トラスが重なっているというような状況の中で、全てがピンの時には、解けないんじゃないのということで、その何や闇雲に、解析モデルを組むんじゃないというふうなことで、まず 絵の中で、応力の流れとおかしいなと思ったら、それをもっと絵の中で考えなさいということで、実は、今日どういうお話をしたらいいかなということで、昨日、先ほどから出てきてますデザインオブ、ストラクチャーオブデザインの本もつまみ読みしていたんですけれども、そういったところでも、やっぱ最近のエンジニアは安易に解析モデルを使って、なんとなく解けたように思おうとするというようなところで、が書かれてまして、まあ、こういう手で書くということの大切さというのを改めて、を伝えようとしていたんだなということで、まあ、プロジェクトの話ではないんですけれども、どういうふうに物事を考えるべきかということを、
1年間かけて非常に丁寧に教わったなというような気がしております。またですね、もう一つそういった絵を描くということの他に、やっぱコミュニケーションと文章ということを非常に言われておりまして、これはその日常置かれていた手紙の中の半分は、こういった右側にあるようなお手紙だったというのが非常に印象深く残っています。でこちらの、一つ目のは、要は、これは、Do not use me sparingly ということで、空白を開けるかのように書くなということだと思うんですけれども、何のことかなと読むと、カンマですね。英語のカンマをそういう、句読点のように使うなというような文章がある表かれていたり、あとは、ユーロスピークということで、イギリス人の喋る英語と、アメリカ人の喋る英語はこういうところで違うんだよというようなことを、書き記していたものを、少しずつこう分けてくれるというような生活を送っていました。であとですね、マンハッタンにいますとやっぱりいろいろな、セッションというのがありまして、レスが何度かこう、話をしてくれてイベントにも招待してくれたのがこのマン・オブ・ワイヤーということでワールドトレードセンターの間に一本綱を張って綱渡りをするパフォーマーの話というのは何度も話をしてくれまして、これを芸術というのかどうかというのはちょっと定かではない部分はありますけれども、まあ、こういったそういう構造以外のことへの関心事をいっぱい持ちなさいと。なので毎週金曜日はコネクチカットの別荘に行って絶対事務所には来ないんですけれども、水曜日か木曜日ぐらいに来ると土曜日日曜日にはメットでこういうものをやってるよとか、今晩こういう柄があるけれども一緒に来ないかというふうな、お誘いを受けまして、何度かそういう現代アートの柄というのにも、連れて行っていただいたようなことがありました。ただまあ正直私も、芸術に、素養がなくて、そういったところで、いわゆる本当に映画に出てくるような、芸術の、柄のような世界に行った時に何を話していいか分からなくて、非常に苦労したというのが当時1年間いた中での印象として残っているところであります。でとにかく、レッスは、いつもこういうような、ニコニコとして笑っていて、たまにいたずらをする時だけ怖い顔をするというような、人でして、諸先輩の皆さん方がプロジェクトをやられているときとは違うレッスンにひょっとすると私は会っていたのかなというような気もしますけれども、この写真自身も、直前には85歳の誕生日ということでこうバケツの、洗礼を受けていまして、この後も常にこんなようなニコニコしたレッスンだったということで、非常に、いい人に、出会いまして、30代の前半一緒に1年間を過ごしましたけれども、この教わったことを大事にしてこれからも、エンジニアとして、歩んでいきたいなというふうに思うところであります。今日のこの機会を和田先生からお声掛けいただきましたけれども、やはり以前より作田さんや、石倉さんの名前というのはレスから聞いていまして、なかなか会う機会というのはなかったんですけれども、これも、レスが引き出してくれたのかなというふうに感謝をしています。どうか安らかにお休みいただければというふうに思っています。簡単ですけれども、思い出としてご紹介させていただきました。私はですね、会社の海外研修として、ロバートソンのデラ事務所でお世話になったのがですね、1994年から95年の1年間、中島先生の後で、作田さんの前ということになりますね。当時はですね、1ドルが90円を切るような円高になった頃で、約27年前になります。当時のレラはですね、ニューヨークマンハッタンの46丁目3番街にありまして、これが、その中の事務所の様子です。で、これがレスとソーティーンですね、あと私です。レラはですね、本当に世界各地のプロジェクトを扱っているんですけども、書院もですね、アメリカンだけではなくて、アルゼンチン、中国、スペイン、ギリシャ、エジプト、オーストラリア、イタリア、インド等ですね、本当に多国籍な構成で、当時総勢約55名の書院でした。レスはですね、その事務所のそれぞれのプロジェクトを自分で見ると、見たいということで、それ以上大きな組織にはしたくないと、当時おっしゃってました。
ニューヨークの中のですね、打ち合わせに、また私も同行させてもらうことも何度かあったんですが、レスはアーキテクトのフィリップ・ジョンソンですとか、ヨミネ・ペイとかですね、多くのアーキテクト、MEP エンジニアからですね、本当に尊敬されて、愛されて、親しまれていたということが本当に思い出されます。まあ、レス の, いろんな作品を見るとですね、まあ、構造が蛾を張ってるっていうのではなくて、やっぱり建築家と構造家であるレスのコンセプトが、その人柄が吸引力となって、まあ、関わるスタッフ皆が、同じ方向のベクトルになって、素晴らしく共有されてできてるんだなと、改めて思います。研修中に、私は主に、BDNI センターというインドネシアの超高層プロジェクトを担当、参画させてもらいました。アーキテクトは、ニューヨークに事務所がある、IMP で、現地のクライアントがですね、先ほど竹内先生からもお話ありましたけれども、香港のバンクオブチャイナをお気に入りということで、同じ設計チームに依頼されたプロジェクトです。ご覧の通りですね、香港、バンクオブチャイナと同じピラミッドの組み合わせといいますか、プリズム型の形状の RC と S のコンポジットストラクチャーです。まあ、担当して間もなくですね、ジャカルタでの打ち合わせから戻ったレスから、スタッフに、打ち合わせの結果ですとか、解決すべき問題点や検討方針について、明確な説明がありました。そして、早速にですね、スタッフの中でも議論しながら、デザインクライテリアを含めた方針がまとめられました。この時に、まあ、レスのコンセプトがスタッフに共有されて、まあ、そういったベクトルが束ねられているんだなという印象を非常に持ちました。まあ、何度か力の流れとかですね、いうお話がありましたけれども、また竹内先生からも詳しいお話がありましたけれども、構造コンセプトもバンクオブチャイナと同様と思います。外周フレームのメガダイアゴナルと呼ばれるブレースがですね、水平力を有効に負担するだけでなく、延直力をコーナーのメガカラム、柱に流すという役割を担っております。各階の荷重を受けた柱が、その接点においてですね、梁に分力を流しながら、引っ張り、または圧縮力を伴って、ブレースに力を伝達させると。そのために、外周面の柱は、下部から上部までほぼ等断面にすることが可能になっております。で、端部はですね、まあ、先ほどもバンクオブチャイナでお話があったように、まあ、いわば強引にですね、この RC でまとめられていると、まあ、SRC なんですが、設計としては RC として扱っていました。プリズム型っていう建物形態そのものを合理的に機能させて、延直荷重、水平荷重を立体的に流すという大胆なコンセプトには本当にワクワクしながら検討していたことを思い出します。そして柱、梁、メガブレース部材はですね、イタツを変えながら全て320ミリという同じ内乗り製で統一された H 型鋼または組み立てボックスを基本としまして、取り合いをシンプルにするためにジョイント部でですね、フランジのみで力を流すというディティールをベースにしていました。これも先ほどの木村先生の写真でもあったと同じですね。スタッフと打ち合わせしながらですね、解析結果をもとに構造検討を行って、図面のゲラ及び主な取り合いのディティールもスケッチしていくというやり方が印象的で、常に収まり上の問題点も確認しながら進めていくというやり方は非常に勉強になりました。ピラミッドのその、型の建物のこの構成する中でですね、こういう斜めのファサードがあるんですけども、この模型写真で示すこの面ですね、ファサード側のスロフトガーダー、この斜めの柱ですね、それをこう通して、それに対して各層の床張りをピンでつなげるという案があったんですが、レスはですね、そうじゃないんだと、その各層の床張りとファサードのこの斜め柱ですね、これをヘロ字型のフレームでこうつなげてですね、それを積み重ねていくんだというやり方を提案、アドバイスいただきました。まあ、
ファサード側のですね、この斜め柱、スロフトガーダーの曲げ負担も小さくなって、数量的にも軽減できるということで、さすが合理的だなと感心した記憶があります。まあ、大胆なフレームデザインの一方でですね、そういった構造合理性、経済性だけじゃなくて、作りやすさ、施工性も常にケアする方だなと記憶しております。まさにデザイン starts with details といった一貫したコンセプトを共有することができたプロジェクトでした。ちなみにこのビデナーセンターですね、その後着工まではしたんですが、低層部の柱を受けるトラスまでは施工されたと聞いてるんですが、その後インドネシアの経済事情のために残念ながら中断したままと聞いております。でこのプロジェクトはですね、コーネル大学の研修プロジェクトにもなっていまして、この左の写真はその学生が作った模型ですね。で右の写真はもう何度も出てきておりますけれども、ウェスタンオンタリオ大学でのフード実験の風景です。この実験結果から外装材のですとか外壁の検討に用いられました。でこれも何度か今までお話出てきますけれども、コネチカット州にあるキャンドルウッドレイク後半にあるレスの別荘ですね。で所員スタッフによるパーティーがあった時の写真です。で40代から始めたというウィンドサーフィンがとてもお上手でですね、まあ、当時、スマホなんていうものなかったのでなかなか動画がないのが残念なんですが、本当に上手に操ってました。で右の方はですね、レラのスタッフでスキーに行った時の写真です。これも本当にスキーも上手に滑れたのが本当に、記憶に残っております。まあ、本当に気が若くてですね、何事にも全力で取り込むという、まあ、言葉は言い方は悪いかもしれませんけども、ナイスガイだったなという記憶がございます。これはあのレラのクリスマスパーティーの時の写真です。レスと奥様のソーティンシーさん、まあ、本当に温かい、スタッフと、まあ、笑顔のレスが、思い出されます。研修中じゃないや、ですね、研修中に、神戸の震災が起きたんですね。で新西カデモレスがですね、本当に状況をひどく心配して、まあ、多くの日本の先生方や友人に気配りされるとともにですね、中間層崩壊とか鉄骨柱の梁の破断といった被害事象に驚いて関心を抱かれてました。まあ、私も日本からの写真等を見せてですね、署内でセミナーを催したりしました。で研修から帰国して数年後に、2001年9月11日のテロ、衝撃的な、ワールドトレースセンターの崩壊が起きました。まあ、レスにメールをしたんですね。で、まあ、取り込んでるはずなので、まあ、返事が来るかなと思ったんですが、早速に受け取ったメールには次のように書かれてました。あの WTC は設計当時の最大旅客機だった707クラスの衝突は考慮していた。だから1時間半という人々が逃げる時間を与えられたと、エンジニアとして誇りに思うと、非常に考えさせる言葉だと思いました。2年前に、ちょうどというかコロナがまだ始まる直前ですね、アメリカにいた際に、今はウォール街にあるレラのオフィスに寄りました。でレスには会えなかったんですが、私が研修した頃の何人かがパートナーになっていまして、会うことができました。WTC の跡地にも案内してもらってですね、崩壊した WTC の柱の一部が保存されていたりとかですね、あと牧先生とレラの作品である 4WTC を目の前にして、レスの思い、その DNA が受け継がれていくんだろうなと感慨深い思いを抱いたということでした。まあ、世界の建築をリードする構造家、エンジニアというだけじゃなくてですね、まあ、温かくて大きくて包容力のあるナイスガイだったレス・ロバートソン先生を、短期間ながらご指導いただくことができたということが本当にかけがえのない経験でした。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
今画面を共有させていただきましたので、ご覧いただけますでしょうか。見えます。はい、それでは始めさせていただきます。清水建設の石倉です。よろしくお願いいたします。私からは、レラの留学時代のお話と、あと、まあ、和田先生はじめとして、皆さんで、先ほど、土橋さんの方からも、ご紹介ありましたが、ニューヨーク、シカゴツアーで、レラの、事務所を訪問した時のお話をですね、まあ、少し交えながら、その中にちょっと、先ほどもご紹介ありました、ドキュメンタリー映画、リーニングアウトの映像なんかも少し交えて、お伝えできればと思っております。まず、レラ留学時代のお話なんですけれども、留学期間が2010年の1月からの1年間で、主にこの高さ555メートルのロッテワールドタワーの基本設計から実施設計に従事いたしました。その中で、ベルトトラスやアウトリガー、外周フレーム、メガコラムといったですね、まあ、建物主加工の設計を通して特に進行性崩壊防止の考え方について学びました。帰国後もですね、二度ほど現地に行っておりまして、まあ、最初は和田先生とも ご一緒させていただいた2011年の CTBUH のソウル大会の時だったんですけれども、まあ、その時はまだ地下工事の最中で、外からは何も見えないという状況だったんですが、その3年後の2014年に再び訪問すると、まあ、3年後に、要はここまでそびえ立つ姿が見ることができたと。で、さらにその3年後の2017年にこの建物は竣工しております。で、私が留学していた当時ですね、2010年前後なんですけれども、その当時のレラの事務所がこちらの、赤い丸の中ですね、こちらの中にある、赤茶色のビルですかね、まあ、最上部にありまして、マンハッタンの先端の、まあ、非常に見晴らしの良いところにありました。先ほどご説明のあった、そのミドリーストから、まあ、こちら、ミッドタウンからこちらに移って、今はこの青い、先端のこのビルの方に移っているというような状況になります。その1個前の事務所ということです。そのエレベーターホールからこのように美しい景色が眺められまして、まあ、特に自由の女神も見えるというような、ところでした。反対側に目を向けますとですね、ワンワールドトレードセンター、フリーダムタワーがですね、当時このように建設中という姿が見ることができました。まあ、ということですね、9.11 の際も、まあ、ここからあの状況が、まあ、見えていたのかなと。いうふうに、ちょっと思っております。さて、ここでですね、先ほどもちょっとご紹介ありました、リーニングアウトというドキュメンタリー映画について紹介させていただければと思っておりまして、今回ですね、制作者に、連絡取りまして、まあ、合計10分以内であればということで、今、トータル7本程度に編集しておりますけれども、まあ、そういう条件では許可を得てですね、ちょっと一部をご紹介させていただければと思います。もし興味は、この後、お持ちになられる方がいらっしゃいましたら、こちらの下にアドレスとかにアクセスしていただけると、まあ、ビデオオンデマンドとかでもご覧いただくことができるかなと思います。というところで、まず第1章のイントロダクションとイノベーション、5章のイノベーションズからなんですけれども、まあ、導入、それから、ワールドトレードセンターの構造や建設手法の斬新さというところでですね、レスリー・ロバートソン以外では、まあ、奥様のソーティン・シーが、まあ、9.11 の際に事務所からその様子を目の当たりにされて、救助隊や FBI に図面提供と最大限の協力をしたというようなことに言及されていたり、ウィリアム・ペダーソンがですね、レスが WTC に採用したエクターナルチューブ構造が、まあ、当時非常に斬新で素晴らしいものであったということを説明されています。ということで早速ですけれども、紹介させていただきます。今音声出ておりますが、聞こえておりますでしょうか。 Every one of us has a personal connection to this glorious city. A cultural or cathartic experience. A collective or iconic memory. No one could have predicted how its best known and tallest towers on the planet proposed for peace and trade could have become the mere opposite, a target for disconnect, destruction and war.This is the story of the World Trade Center's lead structural engineer and his bond with humanity. The FBI, police, everybody wanted access to our drawings.Because Port Authority's own records are all gone. So we were the only one who had drawings. And both FBI or the rescue workers, they needed drawings to see where things are, where the stairs are. All we wanted to do was to help.
because even back then, you're still thinking that there might be survivors. ポートオーソリティやなんかもみんなこれで崩れてしまったので、図面を持っていたのがレラだけだったということで、まあ、最大限の協力をしたというようなお話は今語られました。続いては5章からです。One of the most extraordinary features of the World Trade Center was revolutionized by Robertson. We were able to take Yamasaki's ideas of narrow windows. He felt make people feel safer, high elevation, and to build into the mullions, build a structure into the mullions. He fell in love with that. And Les did provide an invention for the building type. It was one of the external tube, which basically plays columns on very closely spaced centers all the way around the perimeter of the building, enabled the building to be able to achieve great height with tremendous efficiency. Prefabricated structural steel panels were shipped to Manhattan by rail. Innovative IBM punch cards documented the size and grade of each plate. So they would build a section of the columns and the beams, and they would install them in multi-story sections, and then the floor system was built in pieces on the ground and lifted up completely, tied together as a panel and dropped into place before the concrete was placed on it. So there were a lot of things that were done that you would view as, well, this is certainly different. We didn't do the last 10 buildings that we did this way. Everything in the World Trade Center was new. The materials were new, the structure was new, and I was young and confident. But I said to myself, what if something doesn't work? What am I going to do? And I came up with the idea of putting a space frame on the top of the building to redistribute all the loads around between the core and the outside wall, stiffen the building against lateral loads and other things, as a sort of a back door. What happens if? ということでですね、まあ続いてまたご紹介するんですけれども、今度は9章からですね、先ほどの皆さんからもいろんな、まあ特にスケッチを描かれるレスのお話があったんですけれども、そんなスケッチに込めた思いについて語られているシーンを、1分弱でご紹介したいと思います。登場人物としては先ほどのマン・オン・ワイヤーというところでも登場しましたフィリップ・プティというのが語ってるんですけれども、冒頭で、動画中でレスのことを、まあ単に何かを建設するだけではなくて、まあそれを超えた多くのことをする人だというふうに主張しておりまして、後半のレスの言葉では、ここにちょっと抜粋して書いてありますけれども、まあ、スケッチができなければ設計することはできない。私にとってスケッチとはデザインに至る道である。大量の数字よりももっと具体的なものを見なければならない。考えることやスケッチすることの利点は素早くでき、そして閉じこもることなく頭の中を流れ続けることだというように語られています。A lot of respect for Leslie because he's one of these rare explorer, innovator, conquistador, wire walker, who does more than build something. If I can't sketch it, I can't design it. Sketching to me is the road to design. You make the first sketch because you're trying to sort out in your mind what it is you're designing.The mind sees one thing, and when you start making a sketch, you start changing it a little bit here and there, and I have to see something more tangible than a bunch of numbers. And the advantage of thinking and sketching is you can do it really fast, and it keeps your mind flowing instead of closing in. To become an architect, engineer, or the reverse is simply to, in my opinion, to marry art and science.ということでですね、私もまあそんなレスに描いてもらったスケッチをちょっと改めて探してみたんですが、残念ながら私のメモ帳に書いてもらったこれしか見つからなかったんですね。で、これは留学の初期にまあベルトトラスと外周フレームの進行性崩壊防止に関する考え方を説明していただいた時のものです。まあこういうスケッチをサラサラっと描いてですね、説明してくれるんですけれども、まあその時に、アツシ、このベルトトラスの謝罪が切れたらどうなると思う?と聞かれてですね、私がうーんと考えて、とんでもないことになると思いますというふうに答えるとニコッと笑いながら私はそんなことにはならないと思うよというふうに言われたことがですね、まあ、非常に印象に残っております。まあ後で考えるとまあそれが進行性崩壊をまあ防止するというようなことなのかなというふうに気づきました。
次はですね、19章、ポストコラプスストラグルズというところからですね、安全性の追求と、トレードオフということで、これが、やはり 9.11 を経験された後の、ロバートソンが、非常に悩み抜かれたところなのかなということで、こちらも短めに紹介させていただきます。ロイ・デ・ヌーンという方がですね、9.11 の後に、世の中は WTC のように航空機が衝突した場合の安全性を、超高層建物の設計に求めるようにオーバードライブがかかっていたというふうに語られた中で、後半レス自身の語りでは、安全性の追求とその建物を使う人々に日の光や笑顔など、幸せを提供することとのトレードオフの関係について悩んだというようなことが触れられております。We were working on the two tallest buildings in Hong Kong at the time, and the structural engineers I was working with went into absolute overdrive.Simulating the same type of plane attack on the towers we were working on to see the robustness, see whether we could get people out there safely, see what the damage would be to those towers under that same type of event. There has to be someplace you have to stop. The world can't afford to build bomb-proof, shell-proof, airplane-proof, horrible places. You have to build places where it's fun and nice andThere's sunshine and smiles, and we have a trade-off. We're going to build cells, or we're going to build buildings and lovely places.というようなレスなんです、ロバートソンなんですけれども、そんなロバートソンの言葉の中で、私が最も印象に残っているのが、この Let's pretend if we were というフレーズです。我々が設計をしていて何かこう A に進むべきか、B の方に進むべきかと、いうように迷ったときにですね、レスに相談すると、OK, let's pretend if we are the client というような感じでよく使われていました。これは直訳すると、よし、じゃあクライアントのふりをしてみようというようになるんですけれども、つまり相手の立場に立って考えてみようということなんですね。行動設計者の立場ではなくて、常に相手の立場、人のことを考えるという、ロバートソンの考え方がよく表れている言葉かなと言って非常に印象に残っております。論語などの中でも、同様のこと書かれていますけれども、まさにそれを日々実践されていた方なんだなというふうに思っております。左の写真が、ごめんなさい、左の写真がこれは留学の最終日に撮っていただいた写真で、右は A フォーラムで訪問した際のものなんですけども、このようにいつも奥様と一緒に温かく迎え入れていただきました。さて、その和田先生をはじめとする、A フォーラムの皆さんの一行で訪問した際の話に移らせていただきます。先ほど土田さんの方からもお話がありましたので、若干、駆け足でご説明できればと思いますけれども、これは俺らの、新しい方の事務所ですね、に訪問して、このような感じでお互いにプレゼンテーションを、させていただきました。このようにですね、レッスンもですね、非常に熱心に、我々の方に向いてお話をしてくださいました。こちらがその時の集合写真になります。総勢25名で訪問させていただきました。これもお話がありましたが、その翌日の夜にですね、ご自宅に招待いただきまして、あの本ですね、Structure of Design という本に、一人一人にサインをしてプレゼントしてくださった時のです。これが和田先生にサインをしてくださっている、大変貴重な一枚と思っております。はい。こちらがその時の集合写真ですね。またですね、隠すところないからどこでも見て回っていいよっていうふうにおっしゃっていただいてですね、本当にご自宅の中をいろいろと見せていただきまして、左側のその当時のレスの書斎になります。このようにですね、人や平和をこよなく愛されてですね、人との出会いや触れ合いを本当に大切にされる方でした。この時もですね、一人一人に思いをつけた言葉を書いてくださいまして、あと左の写真は帰り際に撮ったものなんですけれども、この時にですね、私はちょっとアポイントを取った関係もあって、アツシはいつも素敵な人たちとの出会いを運んできてくれるね。本当にありがとう。というふうに言われてですね、非常に感激したということを覚えております。最後になりますが、8章のソウルメイトから奥様への思いを語られた部分をご紹介させていただきます。This brilliant Malaysian-born engineer would become the love of his life. Side by side to a great man, there is a great woman. She's an accomplice. And I see in Sotin many of the same quality I see in Leslie. She has almost a Mona Lisa smile, you know. She's always ready to smile and to laugh at something. And she had a great sense of observation and analyze also.So I think those two are really a fabulous one person, one entity.
they're so much in tune with each other's thinking and feeling. The thing that really connects us is the structural engineering. I mean, we can talk shop. We knew what each other was referring to. At the beginning, I was more learning from him, and then became more like working together, collaborating, throwing out different ideas on my own. Maybe I have made him more sensitive to women's viewpoints. So I think Satine being an engineer made a difference in their marriage at the time they got married. I don't know what would have happened if they'd gotten married back in the 50s, because for one thing, it wouldn't have happened because she wouldn't have been an engineer back then. Women weren't engineers in the 50s. I love her so much. I live for her. I think my dad's probably a lot of the, is sort of the inspiration, and my mom is the engine that keeps it all going. 我々が訪問した際の映像も、まあ、2カットほど使われていたというような、内容になっておりました。構造設計者として、そして一人の人間として、まあ、本当に多くのことを教わった恩師でした。以上で私からの、発表を終わらせていただきます。ありがとうございます。今日は、とても貴重なお話をたくさんいただきまして、ありがとうございました。私は皆さんとちょっと立場が、違っておりまして、研修に行ったこともなければ、一緒に生活したこともありません。どちらかというと、レスリー・ロバーツさんとは同業者でして、設計者の立場でいるもんですから、彼が日本で、プロジェクトを持ったときに、アメリカ側の、その、設計エンジニアとして、レスリー・ロバートソンさんが参画をされてたということであって、どちらかというと私どもの設計を、建築家のそばからアドバイスをするというような立場の方でしたから、ちょっと、付き合い方が違うと思います。ただ私は30年ほど前から、もう35年ぐらいになりますか。まだレスリーさんが今のスポーティンさんと結婚される前に、お会いしておりまして、それで、その後、いわゆる信楽の新自治名会の滋賀の新園というプロジェクトを、室山崎が、やることになったときに、レスリー・ロバートソンさんが、設計エンジニアとして参画されていて。それで、実際の設計は、ハワイにおられたアルフレッド・イーさんという、プレストレスの専門家が、実際の設計をされていたんですが、空間構造を PS で、レストレスの部材で設計するととても難しいことで、どん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 重量が増えてきて追いかけっこになってしまって、それで山崎が、まあ、旧知の友である坪井に、相談してみたいということで、アルイーさんから引き継いで私どもが設計することになりました。で、その時に思ったんですが、やはりレスリー・ロバートソンさんは、ハイライズの高い建物のスペシャリスト で、風のことの研究者でもあったということなんですが、坪井にとってみては、空間構造は自分の方が上だというふうなプライドを持っておられたみたいで、香港のバンコクチャイナのさっきの接点のコンクリートで固めるところなんかは、あんなことを空間構造ではできねえよ、みたいなこともですね、お話になってた。で、まあ今日、今、写真にお見せしてるのは、これは競争での時の設計チームでして、左端に、レスリー・ロバートソンさん、まだ若いですね。で、坪井がいて、その間の後ろにおられるのが、ソーティン・シャバルですね。それから、メノリ・ヤマザキがいて、それから前に石井元子さんがいて、
それで、右に小山さんが同じ、小山さんとオーナーですね、亡くなっちゃいました。まあ、こういうチームで設計を、設計チームを組んでました。で、レスリー・オブさんからあんまり質問はなくて、そこでばっかりいただいたように思います。はい。次のスライダーなんですか、まあ、これですが、これは日本美術館の、アトリウムのところの設計なんですが、こういう立体構造のですね、接点に曲げモーメントを持たせているんですね。非常にボルトをこう何本か複数円形に配置しましてやったんですが、これがですね、図面は描けるんですが、めちゃくちゃ難しくって、いわゆる細かい、部品を、飛行機の部品を作ってるような程度のものが要求されるということで、まあ、これはもちろん坪先生がもう亡くなった後のプロジェクトですから、まあ、ただ、レスリー・オブスさんとしては、あれが、まあ、多分唯一の本格的な、空間構造の設計だったんだろうと思います。で、この、建物に入る、これはカロラ・メイチという娘さんですが、その時にお目にあった。で、橋はですね、やっぱりレスにとっては、どこまで彼のアイデアだったのかよくわかりませんが、別格のものだったと思います。で、それから、しばらく経ちまして、日本の美学院の中にチャペルを作りました。で、これはですね、はじめ多分基本的にはレスリー・オブソンさんが基本のアドバイザーとして参画しておられたんだろうと思いますが、はじめはこれを1枚のですね、メタルプレートで曲げて作ると。これ加点界面なもんですからできるんですけれども、それは残念ながら音響上の問題とか、それから断熱の問題で非常に難しくて、ボツになりました。で、その後さっきの中、これ見えませんけれども、立体トラスで、シングルレイヤーの立体トラスで、さっきと同じように接点曲げを取るというようなアイデアだったんですが、これはさっきの美容美術館よりもまして大変な加工技術になりますんで、これ難しいだろうと言ったら、じゃあお前何だかということで、僕はコンクリートシェルで作りたいというふうな話をしたら、それじゃあお前それやれ。ということで認めていただいて、それで青木先生を表に立てて、米事務所と相談しながら、コンクリートシェルで作りました。はい。まあ、そんなことで、これ、日本来られた時のレスリー・オブソンさんなんですが、まあ、あんまりいろんな、注文はつけられなかったんですが、一つだけ僕が気になったのは、休日の後、その日にメールを送りましたら、彼はその時香港にいたらしくて、すぐ返事が返ってきて、いろんなメールをいっぱいもらったけど、まあ、慰めのメールがほとんどだったんだけど、お前は俺と同じような仕事をしてて、実際に自分の設計した建物がああいう目にあって、した場合に、どういうふうに感じるのか、その悲しみは理解できるだろうというような趣旨のことが書いてあります。その時にさっきのあれじゃないけど、飛行機の衝突については、設計当時、それは当然計算に入れて、計算したんだけど、それから何年か経っていて、飛行機がバカでかくなっちゃってたというようなことも書いてあります。まあ僕は彼の偉さっていうのは、それほど直接理解をしてないのかもしれませんが、人柄についてはもう、ピカイチだと。本当に、いつあっても、穏やかで、まあ、たまたま我々と、私たちと、専門が違ったからかもしれませんが、とても僕は尊敬できる、まあ、専門は違いますけども、非常に尊敬できる方だと思っています。大変、残念なことですが、まあ私と一回りぐらい年が上なんで、まあそれはもう仕方がないなという気持ちでいます。ご冥福をお祈りしたいと思います。ちょっと長くなりました。ありがとうございます。
もう少し早く終わってディスカッションと思ってましたけど、それぞれ熱のこもった方が30分ぐらいあれば、まあ、みんなの心に残る方だと思うんですけど、それぞれ池田先生が、まあ、ロバートさんほど偉くなって、いろんな賞もらって、これ責任があって、次の世代にとっての目標にならなきゃいけない。そのこともおっしゃってたんだなって。まあ今日この中にまだ若い方もいますけど、年配の方も、ワクチンを打った方は、頑張って、次の若い人たちにも、こんなに。またいろいろ思い出す場面とか、プロジェクトとか、ディテールとかあると思うんですけど、この40何人、50人の集まりはそう簡単にできませんけど、また、それぞれお会いしたら思い出を語りたいと思います。それでは40人の方ずっと見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。どこかでお会いしたらロバートの思い出を語りたいと思います。今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。